このようにですね、弦が完全に緩んだ状態からレギュラーチューニングに合わせてみたいと思います。今回はチューナーを使わずにやってみます。チューナーを使えませんので、完璧に正確にはできませんけれども、ある程度近いところまでですね、どれぐらいのスピードでできるか、一度試してみたいと思います。では、5弦から始めますね。チューナーを使わないという証拠にちょっと目をつぶってやってみます。近いところまで合いました。という感じでですね、ある程度近いところまでは、音感が良くなればですね、これぐらいのスピードで合わすことができると思います。ここからはチューナーを使って正確に、合わせれば、完成ですね。はい、ではですね、実際に音感のトレーニングですね、どのようにやっていくか、解説してみます。まずパート1としてはですね、音がずれていることに気づけるようになるトレーニングです。でこれはですね、早速、解説しますが、まずですね、チューナーを使って正確に6本全ての弦を合わせてください。で、このトレーニングは弦を2本ずつ使って行っていきます。で、まあ、今言いましたように音がずれていることに気づけるようになるということですので、とにかく2つ以上は音を出さないといけないんですね。で、まずは2つだけで、それをやっていきましょう。ではまずですね、5弦と4弦、一緒に弾くんですが、ピックなど使ってですね、上から2本5弦と4弦を同時に弾いてしまうと、2本の音っていうのが、なんていうんですかね、分離が悪いって言いますか、聞き取りにくいので、この場合も指弾きの場合は親指で5弦で、人差し指で4弦とか、ピックを持たれてる方はピックで5弦で、4弦を例えば中指で下からこういうふうに弾いてやる感じにしてください。そうすると2つの音がどちらも分離して聞こえますので、音がずれた時に聞き取りやすいです。で、まずですね、5弦はいじらずに4弦ですね、4弦の方の糸巻きを少し緩めてみます。で、少し緩めたところでですね、すごく気持ち悪く聞こえるようになります。で、実際やってみますね。まず普通に2本一緒に弾いてます。で、4弦を少しだけ緩めていきますね。さあどうでしょう。ものすごく気持ち悪いですよね。で、これを4弦緩めましたから、気持ち悪くなくなるまで元に戻してください。さあどうでしょう。これで気持ち悪くなくなりましたよね。で、
で最初のうちは分かりにくいんですけれども、とにかく何回かやっていただいてですね、これとずれたこの気持ち悪さ、この両方を体感してください。もう一度いきますね。ずれた状態からあった状態になった時のこう何て言うんですかね、気分の良さというか爽快感をちょっと味わってみてください。まずずれてる状態ですね。ここから合わせていきます。で今ちょっと上げすぎたので、上げちょっと外れ逆の方向にずれてます。で逆の方向にずれても気持ち悪いですね。ですから4弦が、正規のチューニングよりも高くなってしまっている状態です。これも気持ち悪いですね。でこれをまた下げて合わせてみてください。でまた下がってしまいましたので、また元戻します。これだいたい合いましたね。あった時っていうのは何て言うんですかね、外れてる時はもう完全に日本の弦に2つの音が鳴ってるっていうことがすごくよくわかると思うんですけれども、あった時っていうのはちょっとこう何て言うんですか、2つの音が一致するような感覚を味わえると思います。ですからもう何回かやってみますね。していきます。今度逆にずらしてみます。元戻してみます。っていう感じですね。でこれをですね、今5弦と4弦でやりましたね。で今度は4弦と3弦でやってみる。で常に、そうですね、決めてしまった方がやりやすいと思います。常に高い方の弦、細い方の弦を動かしてください。ですから4弦と3弦の時は3弦の方を一度下げてみましょう。これはちょっと一つ一つやると時間がかかりますので、そうですね、簡単にちょっとパパッとやってみましょう。まず3弦ちょっと下げてみますね。気持ち悪いですね。った時っていうのはちょっと一致したっていう感覚が味わえると思います。でこれが味わえない方、わからない方っていうのは、毎日ですねギターの音合わせると思いますので、合わせた後に、どの弦とどの弦でも構いませんのでやってみてください。とりあえず推奨はですね、まず5弦と4弦でやる、で4弦と3弦、3弦と2弦、で2弦と1弦、で6弦は5弦とやってもいいんですけれども、低い音同士なんでちょっと分かりにくいんですね。ですから6弦の場合は1弦とかとやってもいいですね。気持ち悪いですね。感じで、チューニング毎日すると思いますので、その時にちょっとですね時間を使ってトレーニングしてみてください。すると音がずれるっていうことの気持ち悪さと、あった時の気持ちよさ、この2つがですね、自分の、中に、感覚がしっかりしてきますので、そうなってくると、自分でギターを弾いていてチューニングが狂ってくると、あ、チューニングは今ちょっと狂ってきたなっていうふうなことも分かりますし、エレキギターなんかの場合はこうチョーキングとかありますよね。それを正確なとこまで音まで上げてやるとか、
そういった時に非常に役に立ってきます。あと注意点ですけれども、まあ2本を使ってトレーニングしていく時にですね、ずらす方の弦ですね、それをあまり、ずらしすぎないということです。せいぜい5弦と4弦やってる時の、まあ、4弦をずらしますが、この糸巻き、そうですね、45度ぐらいですかね、せいぜい動かしても90度とかそれぐらい、それ以上はもう動かさないでください。というのも、大きく外れすぎますと、また違う音で、あったように聞こえてしまうんですね。例えば、これぐらいまで4弦を下げるとあったように聞こえちゃうんですね。で、実際まあ和音としておかしくない、不協和音ではないので、まあパッと聞くとそんなにおかしく聞こえないですね。でも実際4弦の音はこれではなくてこれなんですね。ですからまあ大きく、まあずらさないということがまず注意点です。で、あとはまあ音を今下げてずらしました。で、先ほどもちょっと上げてもずらしましたけれども、あまりですね、音感がご自分でないと思われている方は、上げる方はあまりやらない方がいいですね。大きくずらしてしまうと6弦なんかの場合はかなりですね、引っ張る力が変わってきますし、ギターの絵の負担ですね、それも心配ですので、ちょっと気をつけてみてください。ということで、そうですね、まあギターを弾く場合はチューニング必ず行うと思いますので、チューニングを行う際にですね、ちょっと思いついた時にこのトレーニングをやってみてください。で、最後に宣伝になりますけれども、こちらの方に今出ておりますかね、私の作っております DVD、教則 DVD の販売ページに飛ぶリンクになっておりますので、もしよろしければ説明だけでも見てやってください。あと YouTube の方もですね、いろいろ動画、デモ演奏を撮っておりますので、そちらの方もぜひご覧ください。あと YouTube ですね、私の YouTube のページご登録いただけます方は、こちらの方のボタンを押してやってください。で、あとですね、こちらの方を押していただいて、そちらの方のホームページにですね、メルマガの登録の、ページも用意しておりますので、最新情報、メルマガ登録いただけましたら、最新情報の方を、メールで送信させていただきますので、もし、送信メールですね、欲しいという方は、ぜひご登録ください。この度は最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございました。